行け、ダークネクロピアの攻撃10万ボルト。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日いよいよ発売になりました、こちらですね、デュエリストパックレジェンドデュエリストペン5、闇サトシ君のねパックになりまして、で今回このパック何が評価されるかっていうと、ダークネクロピアとか、覇王10代が使ってるイーヴィルヒーローとか、あの辺がね強化されるんですよ。これはね黙ってられませんね、私。ということで早速ね5ボックス購入してきましたので、ね、開けていきましょう。で一応まあ5ボックスあるんで、1ボックスは開けて、あとの残りはなんかレア高いやつだけ並べようかなと思っております。いつも通りレアリティはこんな感じですね。ウルトラレアカードが、5種類、スーパーレアが7、レアが13の、ノーマルが50と。いいですね、かっこいいです。圧倒的にウィジャ版によるねデスの5文字が揃いやすくなったんですよ、このパックで。今回はね、このビジャバン関連のカードを、まあ、ゴリゴリ当てていきたいと思っております。主に、まあ、覇王、エイビルヒーローと、まあ、ネクロフィア関係のカードだけ読んでいこうかなと思っていますので、最後までよかったらお付き合いください。行きましょう。で、今回追加されているテーマが、ギミックパペット、プレデタープラン2、自爆神、ウィジャバン、イービルヒーローっていう5種類らしいんですよ。早速見ていきましょうか。ギミックパペット、ハンプティ・ダンプティ選手、太陽竜インティ選手、ギミックパペット、デストロイ。はい。で、ダークフュージョン。まあ、イービルヒーローのね、ダークフュージョンとダークコーリングが確か採用されてるはずなので、まあ、これ買えばね、イービルヒーローのデッキ組みたいなっていう人は、このパック買えばいけるんじゃないかと思うんですけど、これが新規かな？なんか悪魔がいれば、なんか墓地のモンスターの数によってなんか、効果が得られるみたいなカードですね。で、イービルヒーロー、ヘルブラッドさん。はい。かっこいいです。マリシャスデビルさんも最後になりました。彼はですね、守備表示のモンスターでもなんか、相手のターンでは全部攻撃表示にして、殴らせるっていう、なんか強制攻撃させるマンですね。プレデタープランツ、アスカトル、はい。で、これが怨念のダークスピリットっていうこの新規のやつですかね。これ手札誘発？新しい。相手が魔法トラップモンスターの効果を発動した時に、フィールドのこのカードを墓地に送って、自分の墓地の悪魔族レベル8モンスター、まあ、ダークネクロフィアとか、今回のパックで言うところの、まあ、カースネクロフィアとか、あとトーチゴーレムとか、ラバゴーレムとか、まあ、いっぱいあるんですけど、ヘルエンプレスデーモンとかね、あの辺が全部、蘇生できます。効果を無効にしてね。で、マルニバンは、その、悪魔族レベル8モンスターが自分の墓地に送られると、こいつを、回収できますと、墓地から。これがね、なんかね、ダメージステップに使えないんですって。マジか、みたいな。よくわかんねえけど、そういうのなんか、もうちょっとわかりやすく書いてくんねえかなっていうのあるんだけどね。このダメージステップに使えないっていう最低らしいですよ。ジャンクパペット。まあ、だからこれ永遠になんかこいつの効果でなんかこう、行ったり来たらできないみたいな感じですね。ジャンクパペット。で、太陽の神官。はい。で、出ました。自爆へのいざない。懐かしいから続き。資料騎士、デスカリバーナイト出ました。これね、デュエルリングスは意外と強いんですよ。意外と強い。あ、来たこれこれマジ強い。ね、効果すげえ長いんだけど、一応説明しましょうかね。ちょっとピントが合わない。ヒーロー、イーベルヒーローモンスターとレベル5以上のモンスターで融合召喚できますと。で、イーベルヒーローなんでダークフュージョンとかで融合することになると思うんですけど、まあ、ディアボリックダイとかが、まあ、簡単にレベル5以上のモンスターなんで、用意できるかなっていうのと、あと、イーベルヒーロー、結構ね、今回のパックで、場に出しやすくなったりしたんで、用意はしやすいかなっていうのと、こいつね、簡単に言うとですね、レッドアイズのライトニングロード、エビルデーモンさんみたいな効果持ってて、相手の盤面によってはサンダーボルトみたいなのができるんで、めちゃくちゃ強いです、こいつ。かっこいいじゃん。月英雄クイラ、はい。で、マリシャスエッジさんも出てくると、こいつね、2600あって、なんか昔結構活躍してたイメージありますよね、これね。で、ギミックパペット。はい。ギミックパペットのね、プレデタープランツがちょっとあんまよくわかんない。スターブベノブぐらいしか、あんまよくわかんないんですけど、まぁ、あ、ちょっと勉強しておきます。で、覇王城。これがね、覇王10代くんのカードで、ダークフュージョンとかね、イービルヒーローとか、例えば、こいつとかだと、このマレーシャスベインとかだと、イービルヒーローモンスターでダークフュージョンでしか普通出せないんですけど、この覇王城があると、なんかね、融合とか、超融合とか、でも出せるようになると。ダークフュージョンの効果でしか出せないモンスターを、なんか好きなだけ出せるようになりますよ、みたいな。融合とか、超融合で出せるようになりますよ、みたいな。めちゃくちゃ強いカード。みたいです。出ました。資料ゾーマ。資料ゾーマ。これそろそろリンクス来ねえかな。これそろそろリンクスに来そう。で、スーパイさん。はい。気持ち悪いコメント。で、ダークネクロヒアまさかのノーマルと。これなんかね、
その今回のパックでバクラ君のカードがホログラフィックレアになるんじゃないかなって言われてて、ダークネクロフィアだろって言われてたんですよ。なんかね、今回ね、サンダーボルトなんですよ。なぜか。多分ですけど、闇バクラ君って闇サトシ君じゃないですか。だからね、ピカチュウの必殺技って基本的にサンダーボルトみたいなもんなんで、そういう繋がりなんじゃないかなというふうに私は思っております。脱線しまくっております。究極自爆シーン。自爆心も結構強化されてるんですね。で、ギミックカフェとヘブンズストリングス、はい。ブレッダーブラウンズ、サンデュー、キンジー、ダークサンクチュアリー出ました。このダークサンクチュアリーもね、バクラっぽいっていうかね、カードで、相手の攻撃を、なんかその2分の1で止めれるみたいな。コイントとして、なんか、裏だったらこれ。裏だったら表だったらと。表だったら攻撃無効にして、なんか、その攻撃してきたモンスターの攻撃の半分のダメージを与えるみたいな。裏だったら何もないみたいなカードですね。ね、ヘルゲイナーさん、はい。パペットパレード、はい。プレデターブラストだった。自爆神さん、はい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 。これがコドミさん、最強のエースカードですね。で、スターピロミン、フュージョンドラゴンも再録と。なんか割とね、この辺はなんかヒーローに入ってるイメージありますね。で、これもバクラクのカードですね。スーパイさんが、さっきの仮面が、なんか擬人化したみたいな。すごいイラストアートが高いです。非常に。太ももがね、非常に美しい。なんかこれサイレントマジシャンとまあ結構春ぐらいの美しさですね。で、スカリバーナイトさんは、まあ、さっき出ましたね。そろそろね、なんかの、カースネクロフィアあたりが来てくれるとありがたいかなと思うんですが、どうでしょうか。プレデター、プラン、うん、ダークコーリング、まあ、これがいわゆるミラクルフュージョンの、イービルヒーロー版です。ギミックパケット、ネクロドール、プレデター、プランター、ギミックパペット、ゼアル、アーク5、ちょっとね、あんま詳しくなくてね、わかんないんですよね。プレデター、プライムフュージョン、これがね、なんかね、超融合みたいなカードらしいです。3体融合するモンスターが今回新しく追加されてるんですけど、自分のフィールド、もしくは相手のフィールドから、融合素材を選んで、で、それで融合するみたいな。要するに超融合ですね、これ。超融合カードが、これ。後で出てくるんじゃねえかなと思うんですけど、ギミックパペットだっけ違う。プレデタープラントのなんかの3体融合マンいるんですよ。だからそいつを出すために使うみたいなカードらしいですよ。で、資料ゾーンマン、はい。自爆市場へ、おい、いいですね。自爆市場へ、これどんな方法これ。長っ！ちょっと後で読んでくわ。で、アスカトル、はい。ダークサンクチュアリ、はい。デスカリバーナイト、シローゾーマ、なんか次被ってな。ヘルゲイナー。あ、来たやったぜ来たぜこれが最強カードみんな。今までのウィジャ版デッキって、ネタデッキじゃないですか。基本的にはね、その5文字、デスの5文字を揃えるクソむずいんですけど、この白宣告の登場によってだいぶやりやすくなった。なんでかっていうと、これね、カウンター飛ばせるんですよ。まあ、ちょっと効果、読むと、カッコ2番の方がですね、魔法トラップゾーンのこのカードを墓地へ送って、自分の手札デッキ墓地から白メッセージカードを1枚を、ウィジャ版の効果扱いとして、自分の魔法トラップゾーンに出すと。だから、ウィジャ版と白の宣告があれば、一応ね、一旦で2枚受けるんですよ。めちゃくちゃ強いです、これが。だいぶ大変でしたからね、今までのビジャマンは。カッコ1の効果もすごく強くて、自分の墓地か除外されている、自分のモンスターの中から、ビジャマンか血のメッセージカードの数まで、アグマズガモンスターを、テーマに変えることができる。いいカードがあるんですよ。例えば、バトルフェーダーとかね。例えばですよ。これまあバトルフェーダー、攻撃止めてバトルフェーズ終了させるっていうカードなんですけど、これ、使ったら除外されちゃうじゃないですか。でも除外されてるのをまたこれ、白の宣告で回収できるんで、またバトルフェーダー使えるっていう。だからね、これね、永遠にバトルフェーダー打てるんですよ。これめっちゃ強いです。まあ、ウィジャ版がね、ウィジャ版と白の宣告が揃ってないといけないんでね。まあ、その辺はちょっとコンボパーツを場に揃えるっていう必要はあるんですけど、この白の宣告がまあ欲しかったんですよ、私は。まあ、これは2枚か3枚はまあ、ウィジャ版できて必要かなと思っております。あー、来ました！カースネクロビアさん！これがね、ネクロフィア、通用出すっていうわけじゃないんだけど、ネクロフィアと似たようなカードなんですよ。効果読みましょう。まずですね、このカード通常召喚ができません。カードの効果でのみ特殊召喚できる。まあ、自分のカードの効果じゃなくてもいいので、なんか適当に、適当のカード、墓地送っといて、死者蘇生みたいな、ことでも別にできるんですけど、カッコ1カッコ2がありまして、効果ね。で、カッコ1は、除外されてる自分の赤松モンスター3体を対象として、そいつをデッキに戻したら特殊召喚できますと。だから、このネクロフィアで、除外しておいて、で、その後に、除外したやつを戻して特殊召喚っていうことでできるんですよ。かっこいいですよね。一体でネクロフィアと、カースネクロフィアができたら、めちゃくちゃかっこいいと思います。で、カッコ2が、モンスターゾーンのこのカードが、相手によって破壊されると、エンドフェーズに特殊召喚します。まあ、ゾンビみたいな感じですね。
で、その後、特殊召喚に成功して、その後、自分のフィールドの魔法トラップカードのカード名の種類の数まで、相手のフィールドのカードを破壊すると。選んでね、対象取らずに。まあだから、普通やっぱビジャ版が1枚、例えばね、例えばまあこの2枚がフィールドにあったとしますわな。そしたら、こいつ破壊されたら、こいつ特殊召喚されて、2枚破壊するんですよ。相手のカードを。対象取らずに。めちゃくちゃ強いです。これがやりたくてね、これが出てくれたのは非常にありがたいかなというふうに思います。で、ギミックパペット。ネクロドール、ダークサンクチュアリ、ギミックパペット、デストロイメア、アダスターゴールドもね、これめっちゃ強いんですわ。なんかこれ初め最初効果読んだ時すげえ強いなと思ったんですけど、サーチだったの確か。このカードを手札から捨てると、まあこれキャプテンゴールドのなんか闇落ちした姿なんですけど、ダークフュージョンのカード名が記されたカード、またはダークフュージョン1枚をデッキから手札に加えると。だからね、ダークフュージョンって書かれてればいいんですよ。例えばさっき、もう覇王城とか、この辺も、ダークフュージョンって書かれてるんで、これもサーチできるし、まあ、シンプルにダークフュージョンもね、書かれてるし、もちろんこのダークコーリングも、持ってこれるので、これはめちゃくちゃ強いですね。マリシャスペインを、出すにはまあ、この辺がキーカードになってくるんじゃないですかね。ギミックパペット、テラーベイン。で、クイラ、マグネドール、プレタープランツ、ギミックパペット、フォームパペット、はい。アスカトル、ドラゴスタ、ペリア、と、ディアバウンド、プレータープランター、抹殺か。ね、この抹殺の方は、さっきの、怨念ですね。なんか、怨念と、まあ、似たような、カードなんですけど、こいつは魔法トラップ、モンスターの効果が発動した時に、手札誘発で、墓地の、赤魔族レベル8を蘇生。で、こっちは、相手が攻撃してきたダメージステップ開始時に、手札から捨てると、もしくはフィールドから墓地を送ると、墓地の赤魔族レベル8を、まあ、蘇生ということで。まあ、今後的にはね、ヘレンプレスデーモンとか、ダークネクロフィア、蘇生制御を満たしているダークネクロフィアとか、カースネクロフィアを蘇生することになるんじゃないかという感じです。で、丸2番は断面性でつかないから注意っていう感じらしい。ちょっとじゃあ早速ね、1ボックス分を、並べ替えてみましょう。さあ、1ボックス開封した結果がこんな感じですね。まあ、結構いいボックスだったのかなと。カースネクロフィアも出てくれたし、イービルヒーロー、マリシャスベイン君も出てくれた。で、アダスタゴールドも出てくれた。っていう感じで、まあ、レアカードはですね、全種類多分、出ます。1ボックスで揃うかなっていう。まあ、だから3ボックスから多分レアは全部揃うんですよ。で、あと、ウルトラレアとスーパーが、ちょっとこれ運ゲーになるんで、まぁ、ちょっとどうなるか。まぁ、僕5ボックス買ってあるんでね。なんとかまぁ3枚ずつは出ないけど、まぁ、ある程度揃ってほしいかなと。でね、もう一個ね、そのダークオカルティズムっていうカードがありまして、これが出てくんないとちょっと困るかなって思ってるので、早速じゃあ、5ボックスエラーでの結果を一気にドンと出していきたいと思います。じゃじゃーんと。5ボックス開封結果がこちらになります。この右側が、これ1ボックス目ね。で、2、3、4、5ボックス目って。なってるんですけど、嬉しかったのはですね、このダークオカルティズムですね、これが3枚出てくれたっていう、一応ちょっと効果説明しましょうか。手札を1枚捨てて発動できるよと。自分のデッキ墓地からウィジャバンか、悪魔族レベル8モンスター1枚を手札に加えると。だから、ウィジャバン持ってこれるっていうことなんですよ。で、これが結構キーカードです。これがあると、初手ウィジャバン貼れるんで、結構強いかなと。まあもちろんね、ネクロフィアとか、ダークネクロフィアとか、あの辺も加えられるんですよね。で、墓地のこのカードを除外すると、ウィジャマンと死のメッセージカード、自分の手札と墓地になるね。そのカードの中から、好きな数だけデッキで戻して、戻した数だけ取ろうと。だから、今まで、その死のメッセージをね、やべえ手札に来ちまった死のメッセージカード2枚うわ、もう負けだみたいな。これ、手札に来ても何も、意味ないですから。で、このカードを、このカードの効果で、デッキに戻して、2ドローっていうことが、できるんですよ。だからまあ自己率軽減にもなるかなっていうカードなんでね、結構これ強いです。あとは、プレータープランツはまあいいか、まあ3枚出たんで、一応ね、3枚出たんですけど、このカードがまあ、3体融合のカードですね。さっきの、プレータープランツのなんか超融合みたいな。あれで融合する先なのかな。どうやってないのこの辺か、ちょっと自爆治療とか出すぎなんですけど、これですね。こいつもね、めっちゃ強いんですよ。墓地のこのカードを除外すると、デッキからイービルヒーローモンスターを何でも特殊召喚できますと。こいつ以外ね。なので、融合素材を用意するってこともできるし、もちろんね、いきなりさっきの、このマリシャスエイチとかね、この辺もデッキからポーンって出したりできるので、まあ、結構強いカードかなと。こいつでリクルート
ぬ手段が増えたので、イービルヒーローは、まあちょっと、ある程度展開力が、まあ増したんじゃないかなと、言われております。ということで、今回は以上となります。いかがでしたでしょうか？ぜひね、皆さんも、ビジャマンの、デスの5文字を揃えたい方は、このパックご購入を強く、お勧めします。そのうちね、僕もちょっと、ビジャマンデッキ、なんとなく頭でできてるので、構築して、まあ対戦してくれる人がいればね、対戦動画を撮っていければいいかなと思いますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。いけピカチュウ10万ボルト、ポケモンマスターに俺はなる。バイバイ。